この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、歴代バースの再来の中で最もバースの再来な選手を探す動画をご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。チャンネル登録してくれだぜ。高評価、グッドボタンもよろしくね。前回、先ほどもお伝えしたようにバースの再来を扱ったわけだが、今回は、バースの再来ではない外国人を紹介したいと思う。神外人なんて、消費され尽くしたコンテンツだぜ。今このチャンネルで紹介できる外人なんて、トリッキーな選手しかいないと思うぜ。そうだな、今回私はかなり調べてきたつもりだが神外国人はほぼ全て紹介されている。中途半端なところで、アイキャッチを使いやがったぜ。私が紹介するのは、ジーン・バッキー選手だ。いや、古すぎるぜ。1960年代の伝説の選手を紹介されても困るぜ。マリサはわがままだな。では、ダレル・メイ選手だ。サウスポーの選手だぜ、神外人だからさぞいい選手だったんだぜ。巨人で神外人してたぞ。はぁ？はぁ？またわけわからんことしてるぜ。私は前回、マリサ、何か勘違いしているが別に阪神は獲得した外国人全てが悪いわけではない、と言った。だから阪神から出て行って才能を開花させた、ダレル・メイ選手を紹介しても問題はない。汚すぎるぜ。では紹介していこう。ダレル・メイ、1972年6月13日生まれでアメリカ合衆国カリフォルニア州出身。1998年シーズン開幕直前の3月28日に阪神が獲得した。阪神は当時絶賛暗黒時代、打線の援護が乏しく、阪神在籍時は2年間で10勝しか挙げてない。なんでそんな微妙な選手を巨人は取ったんだ？その経緯を話すのは後だ。そもそも、当時の阪神は左腕不足でメイ選手と契約した。しかし、素行面はあまり良くなかったんだ。1999年7月18日の巨人戦で、一塁ベースカバーに入った際のセーフ判定に激怒し、審判に体当たりをかまし暴言も吐き退場処分。2週間の謹慎処分が下されたが、ここで恋人と歯の治療も兼ねたグアム旅行へ出かける驚愕の行動に出る。むちゃくちゃ素行が悪いぜ。そんなの監督も怒るだろ？もちろん当時の野村監督も怒ったが、なんとメイ選手は逆ギレ。あの監督は勝てば自分の手柄、負ければ選手の責任。と野村監督を非難したんだ。最悪だぜ。しかも、メイ選手は監督を批判したビラを新聞記者に渡すんだ。破天荒すぎるぜ。そんなことをしたら、球団にいられなくなるぜ。実際は英語で綴った自分の主張文だったそうだが、やってることはビラ配りだからそこは割愛する。そんなこともあってか、罰金1200万円と無期限出場停止の重い処分が課せられ、メイ選手はそのまま退団となったんだ。やってることは無茶苦茶だし、ヘイトスピーチもして退団にならないわけがないぜ。巨人に移籍したのは退団してからだ。3年連続で優勝を逃し、左腕投手の補強を進めていた巨人からメイ選手はオファーを受けた。メイ選手は巨人に移籍した際に、野村監督とのことはもう終わったこと。いつまでもわだかまりは持ちたくない。あとはマウンドで答えを出すだけ。と言っている。自分から無茶苦茶しておいて、なかなかすごい発言をするぜ。もちろん、こんな性格だからトラブルを起こさないはずもなく、元チームメイトの7でおなじみ和田豊選手が3回続けて打席を外した際、和田選手の頭部付近に投球したんだ。無茶苦茶危なすぎるぜ。もちろんわざと狙ったものであり、メイ選手は、打席は寿司は2回くらいなら我慢する。3回やられたなら、わざとやられても仕方がない。ブーヒム。と、クレイジーすぎる発言をしている。一歩間違えれば、死んでしまうのに恐ろしすぎるぜ。素行面にかなり問題があったが、メイ選手は巨人在籍時2年間で22勝を挙げたんだ。成績が良くても素直に喜べないぜ。その後、巨人側にメジャーに移籍したいと直訴し、メジャー移籍初年度に10勝を挙げるなど活躍した。記録よりも記憶に残る選手の典型だぜ。悪い意味だが、こんな荒れた選手だが投球ではコーナーに丁寧に投げるピッチングスタイルだったんだ。意外すぎるぜ。こんなに無茶苦茶してたメイ選手だが、野村監督が亡くなった際には、野村さんのご家族の皆さんに、謹んで哀悼の意を表します。どうか安らかにお眠りください。とコメントしている。無茶苦茶やってたけど、心のどこかではまだわだかまりがあったのかもしれないぜ。本人にしかわからないがな。ただ、結果を残してメジャーに返り咲いたんだ。負けん気がないとできないことだから、すごい選手だと思うぜ。マリサ、メイ選手は神外人だろ？阪神にとっては神ではないが、なんだかんだで記録上は活躍しているし、いい選手だぜ。ただ、こんな外国人ならバースの再来でもいいかなって思うぜ。この動画をご覧いただきありがとうございました。皆様と共にいい動画を作りたいのでよろしければ、コメント等お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。